東京オリンピックを視野に銀座で最大規模の再開発計画が発表されました再開発されるのは銀座6丁目で去年6月に閉店した松坂屋銀座店とその周辺17棟のビルを解体し地上13階地下6階のビルを建設銀座のシンボルタワーにする計画です新しいビルは銀座で最大級となり オフィスの面積は都内最大となる見通しです。さらに、古典芸能を鑑賞できる文化施設や商業施設などを設置します。商業施設は百貨店ではなく、250から300店舗が入る専門店街として開業します。外国人観光客が急増している銀座。新しいビルはこういった人たちを取り込む新たな観光拠点としての役割も果たします。 外国人客の増加を見込んで地下に観光バスの駐車スペースを設置するほか、日本の伝統文化を発信する能楽堂なども作られます。百貨店大手の J フロントリテイリングや不動産大手の森ビルなど、4社が共同で計画し2016年に完成する予定です。